それ、穴やない。わけワンチューよ、わーということでさ、まあやっていきましょうか。バイオハザード、オーエア、ドア。というわけで、今回はですね、まあここに戻ってまいりましたということで、ね、あれ、なんか衣装変わってるな、そうなんですよ。ちょっと怪我の仕方を変えてみましたということでね、まあ綺麗さっぱりとやっていくということで、あ、ちょっと待って、あ、よくよく見たらこれあれっすね、あー、ここを取り忘れておりましたで、ゴンスーということなんですけれども、まあ今回は、やっていこうかなと思っていることが、まあここにね、いろいろとね、置き忘れて、光の加減が怪しいでゴンス。うん。まあ、ここにね、いろいろとね、取り残してしまったですね。まあ、アイテム等々を取りに行って、ここってさ、なんか焦げた、あ、なんだ、焦げたラーメンオタクがいたっていうね。うん。で、まあ、まあ、残っている、ふぅー、お手手がピローンって言って。んうえそう。焦げた。違う違う、今回、取りこぼし等々がない。あ、ちょっと待ってね。ここは取りこぼし等々はない等々ですね。というところなので、まあ、ここじっくり、ゆっくりに観察していこうか。侵入者がやってきて、ごめんね、意外に。振り返って、おやすみなさい、バーン！さあ、こんなバーンってやったところで、飛んでくるかな？いるかな？いる？いない？いない？いる？めっちゃいるわ。バレちゃったよし、急がせて、やっほー入って、これなーい、残念でしたね。こちなみにドーンってやってる、バーンで、向こう側どうなるのかな。はい、果たしてドアは最強だったー。だって、うわー、強いでやんしね、強いでやんしね。ちなみにさ、ここにさ、フーラ、おいでおいでって登ったら、こっち来れるのかな。おいでおいで。ねえ、まあ、作戦指令室もさ、なんかすごい演説する舞台みたいな感じでさ、すごい広がったのにさ、もうなんかしょぼくなっちゃったよね。こんな人数が警察署員全員収まるかって言ったら、どこ行くねん、君は。おいでおいで。うん。あそこにもマービン・ブラーナいるんだね。どんだけ自分のこと大好きなんだよってね。これちなみにこの男性だったら、うわぁ、あ、噛まれるの普通に。噛まれるの、いった。お、おにゃろ、ババロ。おにゃろ、おにゃろ。ああ。ダメージ食らっちゃった。ゲッシゲッシ、ミッシング左から、チャネルで、カオーで、ステファニーケイティーベアークマかな、うん。で、ここにね、イエスアイアンブラナー、違う、マービンブラナーだな。うん、アイアンになっちゃった。そっか、食らっちまったな。まあまあ、でもこれは仕方ないよね。へぇ。あの、男性があってもちゃんとやっぱ食ってくれるんですね。ちゃんと食ってくれるってなんだ？うん。ということで、こっち入っていきましょう。こっちは追加はいないのかな？うん。前からずの、ツッコミ。で、こっちで回収するものは特にはなさげかな？先輩！お腹痛いのかな？なんか抱え込んで寝ちゃってるけど、お腹痛いのかなぁ。で、こっちの方行くと、10、23、8、あれ？めっちゃ空いとる。ここは特にでも別に必要ないかな。208。あー、しょったまはちょっと欲しいかもしれない。208ね、了解。ちょ。相変わらずだね、もう PC が、あっちっちーの、こげこげっちーになってるからね。うん。会社でパソコンを変えてもらえることにはなったんだけどさ、どうせなら家のパソコンも一緒に買ってほしいよねって。まあでもゲーミングパソコン、こんなさ、スチームをやるっていうのになると、どうしてもそことね、スペック考えるとね、うん。ここに置いてあるあれはどうなんだろう。どっかで多分、予備キーを壊したやつ犯人分かってるからなって思うのよ。ゴリラしかいないんだね、犯人がね。うー、ゴリゴリスーっつって。うん。で、こっちに行って、とりあえず、新しい写真をね、もうみんな、広告隊のね、もうやらしい写真をね、こちら。ほい、じゃあ行きましょう。使う。あ、違うわ。間違えた。やらしい写真をどうぞじゃなかった。間違えたね。ここはどこだ？まあ分かるんだけど、分かってるんだけど、ちょっと待ってね。じゃあこっち行こう。キララン、キララン、キララン、ラン、キララン、キララン。これさ、なんかさ、クレアだと、なんか
上がるスピードがなんかちょっとアップするみたいなことをさ言ってたけど、この食われた状態だとレオンゲージだとどうなんですかね。なんか 1.1 倍速くらいになるみたいな感じだったんですけど、あのプレアンダもね、これにも倒れたりか、なん倒れたりか、バリーンで、さあここをカチャンと開けると、ダララレーン、これなんだっけ、ファイアウォールだっけ、それはセキュリティ製品だ、カチャン、セキュリティ製品じゃないな、なるほどね、That size、OK、そして写真も手に入ったところで、これは何なんだろうな。前も見たけどそんな。ウィーズウィーズ。先輩。ここの警察署員の人たちって一体何人いたんだろうね。まあでも警察署員の数と比べてさ、まあそもそもがあれだよね。バイオ3の時にさ、なんかたくさんの兵士たちもぶち込んで、でファイヤーとか言って爆弾をヒューって投げてドゥーンってなってるのに、それにもかかわらずもうお亡くなりになりまくってるってところだからね。まあ、だから銃をね、どんだけ受けてもね、だんだん走ってくるって。ただ冷静に考えてみようぜ、冷静に。とりあえずさ、冷静に考えてみてさ、興奮しようぜ。たまらんチキショー。そう、前も話したけど、やっぱ単発で美女で、でスポブラで、でおへそがないんだよな、おへそが見たかったんだよな、なんでないんだよ、くしょー。まあこの写真をね、本当に持ってた、なんだこれは、お手手を潰す機械ですね。うん、そう、この写真を持ってた隊長のシーンを聞きたいよね。隊長こっち行って残ってるハイニングプレイスを見つけることができれば、それで一旦おしまいかなだと思われるんだけど、そんな見ることなかったっけ。こんなあれか、あっさりすっきりもんじゃ焼きで終わりでやんすか。じゃあ一旦地下も行ってみる。これ先輩だっけ。先輩先輩もやっぱりね、ちょっとね、どうすんならもっと、ホームって死んぜようって。うわ、先輩生きてた！ピクピクしてる先輩！先輩生きてたんすか！よかったっす！先輩！先輩！もういいや、かわいそうな。だんだん、やっぱりやりすぎはかわいそうだね。こっち行って。あ、そうだ、ここにさ、ねえ、しらっと戻っと、ほら、やっぱこいつ強えんだよ。焦げてんのにさ、ねえ、俺だってあっち側から一発さ、ぶち込んだじゃん。なのに生きてんだぜ。ねえ、スピーカーで、背中破けてるけど、ツン、ツン、ツン。完全に貫通してるけどね。気づく？こいつ。貫通してるんだけど、ツン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 。うわあ、びっくりしたー。もう振り返るときは急に振り返るって言っちゃダメでしょ。言っちゃダメなんじゃない。もうわかんない、言わなきゃダメでしょってね。びっくりしたー。もうではここで記者会見を行う。まずはコーヒーを一杯。苦い。最高か。まあやっぱりね、大人の男はね、もうブラックしか飲まないっすよ、ね。いや、ほんと砂糖とかも入れたいんですよ。砂糖とかも入れたいんだけど、やっぱりね、砂糖とか入れるとカロリーとかがね、で、このカメラで何を映してるのかなって、こう、面白いね。バッシャーンって。こいつがマジで MVP のあれなんじゃないか？ね、強さ的には。ゴリッゴリだもんね。ホスピタルって。すいません、女子トイレでーす。ああ。相変わらずの。トイレのトバラブル8000円って、いう状態ですね。で、この中は待って、なんかもうすっごい画面がブルン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 するんだよな。で、ここでアイテム拾う。いる？いない？倒れてる？あー、なんか焦げてんのがおるな。焦げてるのはおるから、もっと来ます。で、あれ？どこ行った？ここにさ、あれ？ここのアイテム置き忘れは、あー、やっぱグリーンハーブだ。ハーブ、ハーブ。まあ、どうせハーブ使わないんだけどね。本当に死にかけたっていう状態にならない限りにはハーブを拾おうとは思わないんだよね。昔のクーラー。あった。まだあんじゃん。アイテムー。ここにね、数々のね、犯罪を犯した人たちのね、
リストとかがあるんだろうなって。そう、犯罪を犯した人たちのリストってこんななんか野ざらしに置いてあったりとか、さすがにしないよな。まだガスカル。違う違う、まだガスカルや。ここにも、ここにもロングコートダディズがいたんだね。はい。まあ、ロングコートサジー総長、言えてねえし、ロングコートダディ総長がね、急にずっしんずっしんってここで現れてきたらあれだけどね、まあ残念ながらちょっと車に轢かれてね、大変だよーっていう状態になってるから。ここはでも特にないのかな。まあ、下行っても仕方がないしね。うん。一回試したことがありますからね、あの僕のゲーム実況の中だったかな。あの外に行ったら何が待ち受けてるか、みたいなことをチラッと見たら、残念ながらまあ何も待ち受けていなかったっていう感じだからね。こっちチラッとこ出て、ここはなんか復活とかしてないっすか？立ち上がって、あれ？あれ？ああ、いる。びっくりした。死体がきれいさっぱりお亡くなりだった。ね。死体がお亡くなりっていう言い方もなんかちょっと変だけど、あれでもここら辺にいなかったっけ？なんかムービーの都合上カットしました。削除しましたみたいな。あ、カットしないでね。あ、カットしないでね。こっちに行って、こっち行って。で、じゃあこっちの方行っても仕方があんめえから、じゃあこのまま戻りやしょっか。特にあと何もないよね。あと拾い忘れてるっち、アイテムっちは特になさげっち。ここはだって、うん、めっちゃ雨吹っ飛んできてるもんね。打ち上げ花火！ピーン！雨降ってきてるやんな。雨降ってきてるけど、ちょっと見えない AT フィールドが張られている。これはちょっと難しいです。無理っす。残念でした。パイセンすいません！パイセン先生！あ、これ、ゾンビと違ってあれか。死体になったらもうその場から動かないんだな。完全に背中に強烈すぎるアロンアルファを塗られている状態になってるから、もうそこは仕方がないよね。ここは。ちなみにこれ何だったっけなぁ、何だったっけなぁ、でもすっごい画面の右下に嫌なやつが映ってんだよなぁ。このところまで自己主張を激しくしなくていいんだけど、で、なんでお前は相変わらず時間が進んでいないんだね。時計の電池がもうまとめて切れるっていうね。はい。じゃあ、一旦、そうっすね。次回のパートは、お父様第2弾ということでね、ほい、鬼太郎と会いに行こうかなと思うんですけど、まあ、鬼太郎に会いに行く前に、ちょっとアイテムを、パコ、パコ、パコ、あ、これは合体させとこうか。ライトニング、ほんとにこの、マグナム、マグナムがさ、もうやばいんですよ。エロ。いや、そんな話じゃなくて、で、これと、あれなんでなんでこんなずれんの、ピッと、やっとけば、OK かな。はい。よし、じゃあ、もうちょっと向かってきて、マグナムをぶち込む、マグナムぶち込まないな。うん。まあ、その手前のところまで行って、まあ、どうせね、なんか、リメイクバージョンで急に巨乳化した女の子をね、相手にしなきゃいけないっていうのは、もう目に見えている事実なんで、とりあえずこっちの方向かっていきましょうか。はい。で、その巨乳ちゃんを助けるために、いろいろキャッキャウフフするっていうのが、まあ、意外とね、ムービーが多くなっちゃってね、大変なことになりますからね。まあ、そこまでのね、区切りいろいろとね、調整させながら、進んでいきたいというふうに思っております。ピピーピピーピピーおります。東京はいないよね。で、確かもうある程度しばき上げたし、ちょっとじゃあ、こっちからじゃなくてあっちから行ってみる？ね。こっちから行ったら、新しい人たちがね、熱烈に歓迎していただけるというね、そういうオチが待ってるんでね。まあ、と言いながらビデオテープ拾ってとか、ドゥー、トゥトゥー、トゥトゥー、トゥルー、おります。すごいなぁ、パッケージとかなんかいろいろうかー、ふわーって浮いてるな。で、こっちの方に行くと、あれ、起き上がって、あー、来たねー、うわー。なんでこんなところで沈んでたの君たちって言いましたね。めっちゃ気づいてるわ。めっちゃ気づいてるわ。なんでここでいろいろパク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 。ちょっと下水飲みすぎちゃったわーって思いに行ってくれよ。で、後ろの女の子は、あ、一緒に行ったのか。あ、なんだ。ま、これが本当のスリーピーそうそうに。あ、ちょっと待って、あっちいる？
あっちはいるのかな？違うな。いると思ったらなんかあれだね。パイレーツ・オブ・カリビアンであの、ジャック・スパローが乗ってた沈みかけの船みたいな状態になってるけど。はい。ね、黄金のメダルだっけ。で、ドゥ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 じゃあ、こっち行きましょうか。こっちの方からね。まあ、だいぶ遠回りしてる気がするけど、ここが開通したとって何の意味があるんかってね。で、なんでここで酒瓶をなんか、やりましたみたいな跡が残ってるのかって、すっげえ不思議で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 たまらんんだけど。まあ、そんなことも言いながら、はい。まあ、だから、全部をね、コンプしたいよーっていうね、人がね、あそこに行ってね、ゾンビがね、なんか3体だか4体だか出てきてね、うわ、やられた、チキショーっていうのをなんか体験させたいっていうことで、そういうオチなんだろうね。はい。ここにね、ゾンビとかが追加されてないだけ、じゃあね、包帯巻いてるのに腹痛が痛くてごめんね、本当にもう、あ、腹痛が痛くてってごめんね、なんかお腹が腹痛みたいな、そんな感じになっちゃってるね。はい。失礼しました。ということで、まあ、せっかくビデオ拾ったから、まあ、ちょっとビデオ鑑賞会でもやってみる？ビデオ鑑賞会とかあんまね、皆さんと一緒にやったことないですもんね。ということで、カチャポン。てか、今の子、今時の子、これ知ってる？ VHS。うん。知らんでしょ。やめろ。ね、30秒しか撮れへんビデオやし。ね、VHS って言ってね、キル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 キいう状態なんですけど、まあ要するにあまりにも手動がひどすぎて、まあ大変でしたよ。ネズミが拡散する。それが痛いだけだったというところですね。はい。出せたのか。そのまま入れっぱなしで捨てたらいいの。はい。ということで今回のね、まあ、観光ツアーというよりはただの、雑談会みたいな状態になりましたけれども、以上とさせていただきたいというふうに思います。ということでまた次回観光ツアーで皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。またお会いしましょう。それではサラダバー。バイバイ。